はいどうも、ゆだいです。はい、今日もね、一ボールやっていきたいと思います。はい、ということで、今日はね、木曜日ですので、ここにね、ある通り、FP ガチャ来てます。はい、ということで今日はね、ガチャ動画やっていこうかなって思います。はい、で、まあ結構ね、ガチャ来てて、で、イベントも多分来てるんですけど、これはガチャやな。はい、ここのね、イベントで、この EJ リーグ、っていう大会が、開催されるっていうことで、はい、今ね、今日からかな、なんか選考会みたいな、はい、やってますんで、まあ EJ リーグなんで、ぜひね、参加していた、ぜひね、参加してもいいんじゃないかなって思います。はい、まあ J リーグのね、各クラブの、代表、代表を決めて戦っていくっていう感じなんで、はい。皆さんぜひぜひ参加してみてはいかがでしょうかということで、本題に戻りますけど、はい、早速ね、ガチャの方見ていきたいと思います。はい、木曜日結構今週ね、なんかいっぱい来てるね。はい。いっぱい言うても、FP 含めて3つか。はい。まずはね、これ、J リーグイースト・ウェスト。東西のクラブかな。はい。で、イースト、こっちは関東とかそちら辺のクラブで、でこっちが南っていうか、大阪とかそこら辺のクラブですね。はい。で、無料券ね、イースト、ウェスト1枚ずつもらえるということなんで、はい。皆さんね、ぜひ応援してるクラブのね、選手が当たればいいかなって思います。はい、僕はね、セレッソ応援してるんで、このルカソ・フェナンデスが当たれば嬉しいんですけど、とりあえず行きましょうか。はい。無料券あるんでね、一回引いていきたいと思います。はい。セレッソ一択なんで、はい。ルカソ・フェルナンデス選手が来てくれたら嬉しいですが、誰ですか ?J2。藤枝の誰だ梶川亮太。はぁ。ちょっと存じ上げないですね。はい。梶川選手という方は30、結構ベテランの方だね。はい。ウエストはね、また取引したいと思います。ということで、早速ね、見ていきたいと思います。今週はね、週間 FP とヨーロッパチャンピオンズリーグのね、FP が、来てますんで、2つ来てるときは、僕が気になる選手ね、3選手紹介して、していくっていうか、見ていく感じなんで、そんな感じでね、やっていきたいと思います。はい、まず1人目なんですけど、FP の方からね、いきたいと思います。1人目はルカ・モドリッチということで、ボックス・トゥ・ボックスからのスーパーサブがついてるということで、いや、これ強いっしょ。多分一番強いって言われてるのがワールドカップに来てた、モドリッチ選手なんですけど、その時はね、プレーメーカーで、スーパーサブもついてないんですけど、それでもね、普通に OMF とかやれば裏総合って100超えるんで、普通に強いんですけど、このね、ルカ・モドリッチ選手も後半から出せば非常に強いんじゃないかなって思います。スタミナ少ないから、全然初っ端から出してもいけるんですけど、バテやすいのかなって感じですね。なのでスタミナから見て全然後半から出してもいいんじゃないかなって思います。はい。なかなかね、ボックス・トゥ・ボックスのスーパーサブって、あんまり僕の中ではね、いないと思うんで、結構ね、出されたら、後半にね、出されたら結構うざいかなって思います。はい。モドリッチ選手ね、これはね、ブースターついてないけど、普通に大当たりだと思います。はい。ということで、1人目ね、ルカ・モドリッチ選手ということで、2人目ね、いきたいと思います。はい、2人目はね、クイーン・ビン・ケレハ、キャラハーってなってるね、はい、ケレハー選手なんですけど、多分あれですね、カラバオカップ優勝したということで、ケレハーが来たということで、先週言うてファンダイク来てるんで、あの試合はね、ファンダイク MVP 取ってたんですけど、ケレハーもね、MVP 取ってもおかしくないぐらいの活躍をしてたんで、はい、妥当かなって思います。遠藤選手来てもね、嬉しかったんですけど、はい、まだ25なんや、ケレハー。はあ、カラバオね、両ゴールキーパーともすごかったですけどね、普通に。
で、今回のケレハーは、ブースターついてるということで、しかも守備的ゴールキーパーということで、結構いいんじゃないですか。ブースター入れたらこんな感じですけど、ほぼね、ほぼ全部80後半いくし、ここにね、TS 入れたら、ゴールキーパーセンスとか、コラプシングとか90いきそうなんで、いいんじゃない、結構いいと思う、この流れ。で、低難度パントキックも持ってるし、いやー、当たりの部類じゃない、キーパーの中では。当たっても嬉しいですね、ケレハーね。今週全然使えるかなって思います。はい、ちょっと身長だけがね、気になるけど、それ以外は全然やれると思います、ケレハーね。はい、ということで、次ね、3人目いきたいと思います。はい、次3人目、南野選手ということで、いやー、どこやったっけ、リールじゃねえな、ちょっと相手のチームの名前忘れましたけど、そこでね、2ゴールの活躍ということで、しかも2ゴール目はね、モナコを勝利に導く決勝点ということで、いやー、2回目登場ですね。はい、僕、1回目の南野選手を持ってるんですけど、今回はね、ブースターで登場ということで、はい。で、今回ブースターはスピシュンとボディコンとスタミナっていうことなんで、はい、スピシュンが瞬発声だけあるんで、結構ね、なんていうんですか、こねることできますし、ボディコンもあるんで、なかなか倒れないのもいいのかなって思います。はい。で、決定力も意外とあるんで、ゴール前でのね、ゴールも期待できるんじゃないかなって思います。はい、キック力とか、キック力そんなないか。なんか結構僕の中で南野選手、キック力、ありそうなイメージなんやけどね。でも、多分前回登場した南野選手よりかは強いね。ブースターついてるからね、普通に。はい。いやー、いいんじゃない?普通に同じ日本人として当たりですね、この選手。はい、欲しいです。はい、ということで、3人紹介してきましたんで、次ね、チャンピオンズリーグの方行きたいと思います。はい、次ね、チャンピオンズリーグがじゃあやっていきます。はい、まず1人目はペドリということで、いやー、ペドリって怪我してなかった。結構週間 FP でレイ君のも久々な気すんな。ペドリ、そうですね、チャンスメーカーということで、ドリブルさやね、スピードとかでぶっちぎっていくっていうより、ドリブル能力がめちゃくちゃ高いんで、普通に高いんで、こねながらちょっとボール持って、味方の動きに合わせてパス出すみたいな、そんな感じがするね。普通にセントラル、ミッドフィルダーでもいけるし、これ OMF いける?いけんのか、これは。トップ下もいけるし、いや、ペドリ強いんじゃない?普通にね、ペドリは、どのペドリも強いんで、このペドリも強いと思います。普通に当たりなんじゃないかなって思います。はい。逆発精度、頻度も最高やし、コンディション内も小さいんで、普通に C、ライフアップで C でも使えるし、で、スキルは?ワンパス、ルーパス。ピンクロもついてるんだ。ということは、普通。サイドから切れ込んでからの対角線上のクロスとかいけるね。はい、アウトスピンも持ってるんで、いいですね、ペドリ。普通に当たりっす。はい、次2人目いきたいと思います。はい、次2人目いきたいと思います。2人目はルイス・アルベルトということで、はい、今回ね、ボックス2ボックスに、プレースタイルが変わったということで、以前のね、今まではずっと、プレーメーカーやったんですけど、普通にボックス2ボックスに変わったことで全然使いやすさが変わったんじゃないかなって思います。はい、守備能力はねちょっとないんですけど、全然ボールキープ能力とかパス能力高いんで、真ん中でねこねてサイドに展開したりとか、スルーパス持ってるよね。スルーパスとか持ってるんで、真ん中からねチャンスメイクしたりという感じで、はい、ブースター入れたらこんな感じですね。はい、ドリブル能力と、パス能力が非常に高いということで、今までのアルベルトより使いやすさは上がったかなって感じがしますね。ボックス2ボックスになったことで、全然プレーメーカーでもやれるんですけど、このねなかなか多分出てほぼ
ほぼというか、まあ、あんま出てくることないと思うんで、うん、まあ、持っといてもいいんじゃない、うん、ある程度それなんかそれなりにダイブアップで A とか B になってるからね、うん、まあ、このアルベートは普通に、うん、いいんじゃないかなって思います。はい、ということで、3人目なんですけど、まあ、ポルトからオタビオということで、はい、まあ、ポルトのねオタビオといえば、まあ、あのミッドフィルダー左サイドハーフかな、うん、多分 FP、ね、チャンピオンズリーグの FP で1回出てる気がするんよね、うん、のオタビオが有名ですけど、まあ、今回はね、センターバックのオタビオということで、はい、まあ、非常にね、能力見て非常に僕的には優秀なんじゃないかなって思います。はい、でしかもハードプレス持ちなん で身長も188でそれやれるで、ディフェンス能力高いです。ビシュンも、まあ、基本、ディフェンダーの中ではある方やし、でフィジコン90ヘディング81なんで全然セールし、うん、いや隠れあたりなんじゃない今回のチャンピオンズリーグが。じゃあ、うん、まあ、デブライネとかね、強いの来てますけど、まあ、希少性で言うたら僕はこのオタビオが、うん、いいんじゃないかなって思います。はい、隠れあたり枠かなって思います。はい、でスキルもヘッダー、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、スライディングタックルってディフェンダーにね必要なスキル持ってるし、でワンパちょっとねどこで使うかが あんま分かんないですけどまあそれ以外のスキルは非常に優秀ということで、あ、まあポルト自体もね強いんで、まあ多分うーん、まあ評価 A とか B になりやすいんじゃないかなって思うんで、まあ持っといても全然損はないと思います。はい、やれそうな気しますね。僕的にはオタビオは欲しいです。はい、ということで、3人ね、見ていきましたんで、早速ね引いていきたいと思います。はい、まあチャンピオンズリーグガチャからね、引いていきたいと思います。はい、ということでね早速引いていきたいと思います。うん、僕的に欲しいのはね、まあアルベルト、オタビオで、まあペドリもね紹介したんですが、どうなんだろう、まあブライムディアス欲しいな紹介してへんのにな。うん、はい、ということでこの3人かね狙うわ。はい、ということで早速ね引いていきたいと思います。はい、まあチャンピオンズリーグガチャってねなかなか希少な選手が、出てるイメージあるからね。うん、さあまず1人目、誰だ、マルキーか。あー、マルキーニョスね。はいはいはい、まあ一応あのブラジルのね無料券でもらったマルキーニョス持ってますけどね、まあ普通に強いんやけどねマルキーニョスも、まあまあいいでしょう。はい、いや強いね。はい、ということで2人目ね行きたいと思います。はい、レアルマドリードのねあのルニンってゴールキーパー今週 A なんやけど、結構最近出てんのかな試合にって感じしますね。はい、次2人目、誰、あ、アルナウトビッチね。確か、後半から出て得点決めてたんかな、どこでやった時や、バルサか、バルサちゃうな、バイエルンですかね。あ、 A や今週、あ、ラインブレーカーね、多分スーパーソン、うん、ついてるね後半からしたから、あー意外とありかも。はい、ということで、3人目最後いきたいと思います。いやー、オタビオ欲しいな。オタビオ結構いいと思うねんけどな。うん、ディフェンス能力あるしね。さあ最後誰、あ、プライムディアスか。あー OK、 まあこチャンピオンズリーグガチャに関しては、あ、いいっすね。いい引きですわ、今日、今週は。はい、ブライム・ディアス、ナイス。はい、今週 A ということでね。はい。はい、ということで、次、FP、週間のね、FP の方、言っていきたいと思います。はい。週間 FP は、南の選手、モドリッチ、そうだな、うん。スーパーサブやから欲しいな、モドリッチ。であとして、まあ、ケレハーもいいんです、全然いいんですけどね。うん、まあ、バッシーとか、まあ、ディバラは持ってるからそやね、うん、バッシーアカンジ持ってる、マフディ微妙わからん、能力見てないまあここの、まあ、紹介見ていった3人かな、うん、まあ、キビオルも ありっちゃありやけど。はい、ということで、引いていきたいと思います。いや、スパサブ戻りって強いっしょ絶対。うん、まああのね、ワールドカップの時のモドリッチもクソ強いんですけど。はい、次、1人目、誰
誰だ、ラファシューバ、はいはいはい、なるほどね。なんか結構活躍したらしいね、うん、ちょっとあんま知らないですけど。ラインブレーカーでスピシュンが、いいかも、はい。ということで、2人目入れていきたいと思います。いや、まあ、ケレハーでもね全然ありないけどね、うん、今回ゴールキーパーこういう時にね、あの引かないのよね、うん、キーパーをって言うたら引いてきたわって言うたら引いてきましたわ、ケレハー。まあ悪くはないゴールキーパーやけどな、うん、はい、ケレハーね。はい、ということで、最後ね引いていきたいと思います。まあ全然南の選手でもいいんだけどな、うん、今週もねさほど大外れがないのがいいね。それってあれですか、バッシー、はい。まあオタビオの代わりと思っといて、思っとこ、うん、オタビオの代わりにバッシーが来たと思っとこ、はい、バッシーね。おわあ、ありだね、全然。はい。はい、ということで、メンバーリストにね、戻りたいと思います。はい、ということで、戻ってきました。まあ、今回はここの6人ということで、まあ、全然引き悪くないんじゃない？うん。むしろいい方やと思うよ。うん。てか、そもそも多分今週、まあ、チャンピオンズリーグガチャはね、ちょっと微妙ですけど、うん、まあ、週間 FP に関しては、そんな大外れがいないのが、うん、いいのかなって思います。最後らへんに乗ったなんとかコルネ、ちょっと名前忘れたな、うん、なんとかコルネみたいなやつは外れになっちゃいますけど、はい、それ以外は、別に、うん、そこまでうわこいつはみたいな感じの選手がいないのはいいと思いますね。はい、ということで、今日はね、はい、ここで終わりたいと思います。はい、また引き続きね動画出していきたいと思いますんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではでは。